皆さんこんこにちはシンガー・のさやですシンガーさやの「3分間エコノミクス第57回」今回のテーマは輸出依存度です以前は今もかな日本は輸出依存国だ輸出依存度が高い日本はグローバル市場に寄り添わなければならないといった論調がメディアにあふれていましたあるいは日本は貿易立国といった表現もよく使われていますよね。 輸出依存ににせせよよ貿易立国にせよこの種の言葉には日本経済は世界に物やサービスを売らなければ成り立たないだからこそ世界に逆らってはならないといった日本国憲法の前文に通じる思想が見え隠れしませんかしかも日本の輸出依存度が本当に高いならば輸出依存国の日本はといった語り方をしても構わないですが。 本当にそうなのと疑問を持った三橋先生が10年以上前に日本の輸出依存度を諸外国と比べたグラフを作成しインターネットで公表したとのことですそして実は日本の輸出依存度は相対的に低いという事実が知られ始めます何しろ2020年の数字を見ても日本の輸出依存度はアメリカ・インドに次いで低いわけです 日本は相対的に経済を外国の需要に依存していない国すなわち内需大国なのです。ちなみに輸出依存度は財の輸出を名目 GDP で割ることで求めます。サービスのの輸出は含ままれていい。せんのでご注意くださいさて三橋先生が主要国の輸出依存度を比較したグラフを公表しその後経済産業省で講演する機会があったそうです。 講演後、経済産業省もきちんとグラフで輸出依存度を掲載するようになったとのことです。すると、それまでは日本は輸出依存国だ。だからグローバル化しなければならない。と主張していた評論家たちが一斉に日本の輸出依存度は低い。だからこそグローバル化を進めなければならない。と言い出したとのことでございます。結論はいつも同じなんですね。 もちろん日本の輸出依存度が低いからといって日本経済は全く輸出に依存していないという話ではありません話はオールオアナッシングではないのですとはいえ数字を明らかにせず他国と比較することもないままに日本は輸出依存度が高いから云々と意見を述べることは明らかに間違っていますよね ちなみに日本は輸出依存度もそうですが、輸入依存度も図の通り12.1%と小さくなっています。主要国の中で日本よりも輸入依存度が低いのはアメリカだけです。最も輸入の場合は数値の大小に加えて、その中身が問題となってきます。 ごく少量の輸入しかしていなくてもそれが国民のための必需品となると話は別ですよね。というわけで次回は「輸入依存度」。